掴めない中でゴールを決めて、いい形でのゴールになりました。2回っていかがですか？まあ、その1試合を通して裏っていうのは狙ってるんで、まあ、弥生ちゃんはいつも裏出してくれるんで、そこで動き出せてよかったなと思います。その後いい流れになったと思うんですが、なかなかちょっと追加点を上げられなくて、その時間帯はどういうふうに決めました？やっぱり決めきらないとはなるなっていうのは、その自分たちの時間帯の時にチャンスもあったので、そこで決めきらないからピンチが来たのかなっていうのは普通に思います。終盤してしまって1対1という結果、優勝に向けてはちょっと厳しい結果になりましたけど、この試合はどう捉えていますか？もう結果は結果で出てしまったので、もうしょうがないんですけど、まあ、今回の試合で出た課題を次に生かせれたなと思います。まあ、可能性は十分あります。負けられない戦い続きますが、今後にどんどんお願いします。やっぱ負けたわけではないので、その最後の試合までもう一回気を引き締めて勝ちに行きたいです。代表は以上ですね。嬉しいですか？主力組で、まあ、怪我が少し増えてきましたけど、チーム全体どういうところでカバーしてみたいですか？やっぱ練習からその上の選手が厳しくじゃないですけど、モチベーション上げて下の子たちをどう成長させるかっていうのは、ちょっとこの1年を通しての課題だったなと思って、そこはその若い子たちもどんどん成長してくれてるので、出てきてもそんな感触はないかなと思います。終盤に向けて高田選手ご自身に求められるものは何でしょうか？今日の試合はまだチャンスはあったので、もうちょっと点を取りたかったなと思います。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。